戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなう奴などいるものか。ダメージを考えたか、悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに。あ、そうだ、いいとこがあった。ちょっと移動すっからオラに捕まっててくれ。おめえもすぐ来いよ。は？でここで戦わせてくんねえか。はあ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろ、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の。まあここなら星ごと壊れることはないだろう。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？こんなに強そうな人たちがいっぱい。
んじゃねえぞ。もう落ち着いていられない。だって逃がしすぎて私。それが
け止める勇気があるか。Ah!
くらいの抵抗はしてやHOO!
よかった、無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは、結局今回の事件、まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それより、あいつがスイーツなんて言うから、何か甘いものが食べたくなった。そうですね。ブルマさんにお願いして、美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたら、ご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をボサッとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったら、ぜひ私に教えてくださいね。